天文博物館後藤プラネタリウムは東京都渋谷区の渋谷駅前東急文化会館8階にあった天文博物館。官名の後藤は会館当時の東京急行電鉄会長後藤慶太の姓にちなむ。2001年3月に閉館し、館の資料は渋谷区教育委員会が所管する渋谷区後藤プラネタリウム天文資料に引き継がれた。当時としては 珍しい民間運営のプラネタリウムだった。五島プラネタリウムで使用されていたプラネタリウム投影基本プラネタリウムは、東急文化会館に文化施設が欲しいという五島の思いと、戦後の東京にプラネタリウムを、という天文、博物館関係者の思いから生まれた。天文、博物館関係者側は、朝日奈定一、岡田要が中心となり、 学術会議会長会や政治博士、東京天文台の大長、萩原雄介博士らも所属する東京プラネタリウム設立促進婚話会を設立。後藤にプラネタリウムの設立を手紙で嘆願した。1955年7月に渋谷駅、東口駅前の東急文化会館建設が開始される中、同年9月6日に手紙を受け取った後藤は、 プラネタリウム建設を英断する。施設は1956年11月24日付で、文部大臣の許可を受け、財団法人天文博物館後藤プラネタリウムとして発足した。危機器には、西ドイツカールツイス社製のプラネタリウム投影機、放型1号機をはじめ、日本工学製のシーロスタット望遠鏡、キベ鏡を使った15センチメートル反射望遠鏡など、 当時の最高危機器が集められ1957年4月1日に開館した。その後、国内に多くのプラネタリウムが建設され、また、東急文化会館の解体もあり、2001年3月にプラネタリウムは閉館、財団は解散となった。なお、財団側は当初、1999年に閉館の旨を東急側に伝えたところ、東急側から、 20世紀一杯までとお願いされたという。施設は東急文化会館8階にあり、屋上から巨大なドームが突き出る姿は、このビルのシンボルであった。プラネタリウムの星が映るドームスクリーンは、直径20メートルの平床式で453席の座席は同心円状に配置された。中央の投影機は前述した通りで、 1000ワットのタングステン92個により6.5等星まで約8,900個の星を投影した。プラネタリウムの番組は1回が約1時間で、平日は6回程度、土日祝日は7回程度あった。学校休業期間の夏休みと春休みは無休館であった。放日する様々な番組は解説員が生解説で行っていた。常に在籍していた。 解説員数は6名前後であった。様々な番組を作成する資料として、要書も含めた書籍が多く収集され、独自の説明図等が数多く作成された。そして、最大の特徴として、開館時より番組内容をチェックする機構として、学芸委員会が組織されていたことが挙げられる。学芸委員会の歴代メンバーは、野尻邦栄、株木正樹。 宮地誠二、朝比奈定一、藤田義夫、広瀬秀夫、大崎正次、村山貞夫、原恵高瀬文四郎、比江英二郎という学識経験者だった。メインの番組を一般投影と呼び、月ごとに話題を変え、平日5回、土日祝日は6回の投影があった。閉館までの制作数は524番組にも及びすべて自主制作であった。 番組内容は季節の星空案内と天文の話題でまとめられ、約1時間を生解説で言った。天文の話題は、日食、月食や流星などの天文現象、一天文学、構成進化、宇宙論、古天文学、宇宙探査など多岐にわたっていた。天文学的な内容については、毎月開かれた学芸委員会で吟味されていた。演出効果を上げるために、 様々な映像資料を収集していた。1950年代から1970年代は、東京天文台などから写真を、1980年代に入ると、ロイジャー探査機の映像を通信社経由で入手して、テレビの次に早く使用したり、パソコンによる映像も使い始めた。そして1990年代半ばには、インターネットを通じて入手した映像を使用するようになった。 時には、後藤工学研究所と NKAX 社,社の協力で、全編集リアルタイムフルカラー CG 投影システムのバーチャリウムで、太陽系旅行の演出をしたこともある。また、職員自身が、日食、月食や水星、流星などの映像を撮影し、番組に使用することもあった。平日と土曜日には幼児向けと、小中高校生向けの学習投影が行われ、空席がある場合は、 一般客も参加することができた。幼児向けは、七夕アワー、お月見アワー、クリスマスアワーの3種類があった。小中高校生向けには、月の動き、太陽の動き、星の動き、色変化と日周運動の変化、惑星の年収運動、座標系の基礎など、利用する学校の希望を組み入れた、独自の番組が実施されていた。日曜日には親子向けの番組、 親と子の天文教室、土曜日の最終回は、星と音楽の夕べ、高校生天文教室、基礎天文セミナー、星空最新ニュース、星空ファンタジーなど時代に合わせた特別投影も開催された。七夕の集い、夏休み天体観察教室、お月見の集い、東急サンクスデー、獅子座流星群を見よう会、クリスマスコンサートなどの催しのほか、 毎月1回の頻度で屋上にて天体観望会が開かれた。後藤プラネタリウム制の会は高校生以上の一般クラスと小中学生を対象したクラスがあり、毎月1回の例会が各々開催された。一般クラスでは東京天文台や東京大学、京都大学などの天文学者を講師に迎えた講演を毎回聞くことができた。1月の例会では 国立科学博物館理科学部長の村山、佐田による今年の天文現象の解説が恒例であった。小中学生を対象にしたクラスでは、解説員により天文現象や基礎的な天文の話題について、平易な内容で話を聞くことができた。例会のほか、会員を対象に一泊二日の恒例の観望会や日食や水星を観察に行くツアーも実施された。 星の会の運営は、野尻法営を会長とする星の会員による運営であったが、やがて、後藤プラネタリウムの運営に切り替えられた。月1回の例会の内容は、年に2回開催される星の会員会にて決められていた。ロビーは常設展示場になっていた。イギリスのフィリップス社製の天球に、精巧な縮尺で作られた8台の歴史的な天体望遠鏡の模型。 天体写真、四季の星座ジオラマ、三球儀、人工衛星の模型などがあった。東急文化会館屋上には太陽観測用の望遠鏡があり、晴天日には展示室の採用部で太陽面を観察することができた。1970年代半ば以降には、日本の星、中国と日本の星座、西洋の星座図、隕石など収集してきた実物の資料も公開されていた。 この中には、世界最古の製図と言われた、純介天文図、渋川春海の天文分野の図、芝交換の天球図、アラードの天球図などの実物も含まれていた。出口付近に売店があり、天文グッズのほか、日本天文学会の開放、天文月報を入手することができた。この売店では、関西系の東亜天文学会の開放、展開のバックナンバーもあり、 関東圏では手に入りにくかったことから、アマチュア天文家には重宝がられた。1980年代、最も早い天文情報は、ここのドーム横の掲示板に貼り出されたニュースだと言われていた。1985年10月8日夕方、人工衛星の落下直後に、郊外の少ないところで、ジャコビニ流星群が突発的に流れたというニュースは、同館の掲示板が一番早かった。 天文学に興味を持つ市民、学生は最新情報を入手するために同館を利用する者も,もいた。1990年代に入ってパソコン通信による情報網が形成されたことが館の存続のマイナス要因の一つでもあった。運営は財団法人天文博物館後藤プラネタリウムが行っていた。財団の設立は プラネタリウムの A 社機等機材を購入した東急側に対し、さらに学者側が、日にを稼ぐ事業ではなく、博物館にしてほしいと申し入れ、後藤が、では財団にしようと答えて、財団の設立と建物、機材の財団への寄付が決まったという。運営の収入源は入場料であった。入場者数が伸び悩んだ1990年代後半には赤字となっていたが、 東急側が数千万円の寄付を行っていた。建物については東急文化会館の設計図を引き直して建設が進んだ。ここでプラネタリウムドームの一部が建築基準法の建築制限を超えてしまい、建設省に何度も足を運び何とか許可を取り付けたという。イメージスタジオ109によりデジタルエンターテインメント劇場。 いいフィールドとして2001年8月10日にオープン。機動戦士ゼータガンダムをモチーフとして、大気圏突入を描いた約24分のオリジナル作品、ガンダム新体験グリーンダイバーズを1日10回、DLP プロジェクタで上映。現在では、各地で徐々に増えつつある制作から上映まで、フルデジタルの映像作品の上映は、日本国内でも早い時期で、実験的な意味も含まれていた。 ありがとうございます。